スになって、そのバスの辺のドラシメ体験になるんだよ。ドラシメ体験になるんだよ。皆様にやっていただくのは3ステップです。3つの手順があります。1つ目、乗降オーラ。中の部屋から顔をしっかり出してドアの方を見ながら乗降オーラとやっていただきます。2つ目、中にスイッチがあります。スイッチの場所はお姉さんに聞いてください。スイッチ押すとあの真ん中のドアが閉まります。そして最後3つ目、即答滅というんですが、ドアの外側にですね、赤いランプがついています。でドアが閉まるとランプが消えちゃいますので、この消えたことを確認してください。即答をメンバーで確認していただきます。1番と3番は声を出していただきます。恥ずかしがらずにやってみてください。